午前7時の名古屋栄です。今季最低気温を記録したことで、あちら水面にはうっすらと氷が張っています。東海地方は今日も冬型の気圧配置となり、名古屋では午前6時過ぎに氷点下2度を記録し、この冬初めて気温が0度を下回る冬日となりました。最低気温は12月の観測史上最も寒い愛知県新城市の氷点下 5.6 度をはじめ、岐阜県多治見市で氷点下5度など、47地点中38の観測地点でこの冬一番の寒さとなりました。手の感覚は麻痺しちゃって。いつもの年よりも寒い気がしますね。カイロ張りまくってますね。背中とかに。最高気温は平年より大幅に低くなる見通しで、気象台は路面の凍結などに注意を呼びかけています。